H-12 ユアハート -12 ビーベル H-12 はベルヘリコプター社により製造された1940年代のアメリカ合衆国の軍用汎用ヘリコプターである。1946年にベルヘリコプター社はモデル47よりかなり大型で大型化したそのローター機構を利用した新しい汎用ヘリコプターであるモデル42の開発に取り掛かった。 三機の試作機を製造したが、深刻なローター関連の不具合と、機械機構の複雑さから量産には入れなかった。モデル42の最初の派生型は、民間仕様であったが、アメリカ空軍はその軍用仕様であるモデル48の開発を命じ、出力 540HP の、プラットホイットニー r 1 3 4 0アン -1、星型エンジンを一機搭載したござを、 XR-12 として2機発注した。構造上は、モデル42と非常に似通っていた、モデル48であったが、そのローターマストはより短いものとなっていた。R-12A の名称で34機の量産が命じられたが、これは1947年にキャンセルされた。2名のパイロットと8名分の座席を備え、さらに強力な出力 600HP の、 フラットホイット 2R-1340 から55エンジンを搭載した別の大型カバン試作機が発注され、その後に自動車のような機種を持つモデル42や XR-12 とは異なるガラス張りの機種を備えた全量産機型の ER-12B が10機発注された。飛行試験が実施されている期間にこのヘリコプターは、 H-12 と解消されたが、ブレードウィービングとローターガバナーのお粗末な性能による、シュローターの不具合のために試験結果は満足のいくものではなかった。量産型の H-12 は製造されなかったが、試作機と全量産型機は様々な試験や開発プログラムに使用された。出展、ベルヤクラフトシンス1935初言性能。ありがとうございます。